最近痩せた？痩せたように見える？いや、爪が割れてるよ。生きてるよ。本当？ちょっと戻ってきた？戻ってきたかな？本当？やったー！顔シュッとした？最近はなんかお菓子を食べずに3食めっちゃしっかり食べてる。お菓子を食べずに3食めっちゃしっかり。だからリクエストアワーで、なんか美味しいお菓子の差し入れが本当にいっぱいあったんだけど、まあ一個も食べませんでした。偉いです。でもみんな食べてるから食べたくなったよね。スピーダーおめありがとう。やっぱ一日ショールームしないと寂しくなりますか？機能できなかったから。本当に？寂しくて夜しか眠れませんでした。寝とるんかい。今日めっちゃボーイッシュなんですよ。チックシャツ。みんな大富豪やろやろ。私はまだ充電できてないので皆さん先にやっててください。今日はお出かけしました。ゆっちが好きすぎて夜も8時間くらいしか寝れません。私は私何時間寝たっけよ。8時間めっちゃ寝とるやん。ゆっちおはよう。ゆっちのおかげで大切なことを思い出した。本当にありがとう。大切なこと？よかった。よかった。なんかもうこのさピョンってさちっちゃいの出てくるからさ、あの出てこない長さになりたいのよ。これね、ちょっと結び直したい、ね、結び直したいのよ。みんなちょっと大富豪すごい追い上げでさびっくりしてる。本当にありがとう。みんなのおかげです。なんかすごい追い上げしてるよね。みんななんかびっくりしちゃって、久しぶりにランキング見たらえっって思って、ありがとう。頑張ろうね最後まで。そこも
まで来たらちょっと諦めたくないよね。頑張りたい。え、今日のイヤリングピアスっぽいでしょ。ちょっとねこれめっちゃ痛いんだけど、ピアスじゃなくてね、自分で作ってないんだけど、痛い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 よ。もう耳たぶが分厚いから痛いんですわ。こういうやつでこう見つけちゃって、でもさ閉まるときここさ全部閉まっちゃうから、耳たぶ厚いとこうなっちゃうねえ、ピアス開けたみたい、こうなっちゃうの。めっちゃ痛そうじゃないね、みんな。めっちゃ痛い、痛いよ、痛い、てててててこっちにしよう、ほら